皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。どの子にしようかな？さっきからどうしたんだ霊夢？ずっとスマホを見ながらうなって。あ、魔理沙。友達に誕生日プレゼントは何が欲しいか聞かれたんだけど、ロボット掃除機にしようと思って。でも、結構機種が多くて悩んでるのよ。友達からは、ボーナスがたくさん出たから、令和の三種の神器でもいいぞ。って言ってくれてね。おお、なかなか気前がいい友達だな。令和の三種の神器って言えば、ロボット掃除機、全自動洗濯乾燥機、それに食器洗い機の三つか。そうそう。でもさすがに全自動洗濯乾燥機や食器洗い機は高価すぎるから、ロボット掃除機で、可愛いやつをもらおうと思ってね。でも、三種の神器とか御三家とか、日本人って三つの人や物をグループにするのが好きよね。確かに。御三家ってくくりも、その時々の勢いがある芸能人や、歴史では徳川家の審判大名に対して使われたりするな。え？徳川家って、将軍家だけじゃないの？お、霊夢。歴史好きのアンテナが反応したみたいだな。なんだか御三家って雅な響きだし、気になってきたわ、マリサ。よし、じゃあ今日は、徳川御三家についての解説をしていこうか。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、徳川御三家ってのがどういう家なのかを解説していくぜ。徳川家って歴史の授業でもいっぱい出てくるものね。家康と慶喜は有名だけど、正直、どれがどの徳川さんなのかこんがらがってるわ。そういう人は結構いるかもな。江戸時代は、260年も続いた体制だから、登場人物も膨大な人数になる。将軍15人を、全員言える友達がいたけど、すごいと思ったもんね。確かにすごいな、それは結構歴史が好きな人だと思うぜ。ちなみに霊夢は家康と慶喜を知ってるみたいだけど、秀忠と吉宗はわかるかな？吉宗はわかる、確か8代目の将軍よね。時代劇でサンバを踊ってた人。それは完全に中の人が出てきてしまってるな。でも正解だ。時代劇暴れん坊将軍で、松平健さんが演じていた将軍こそ吉宗だよ。そして秀忠は二代将軍だ。今回の御三家の話では、結構中心的な人物になるから、覚えておくといいぞ。なるほど。じゃあ、とりあえず初代家康、二代目秀忠、八代目吉宗、十五代目吉信を覚えておけばいいの？ああ。特に関連が強いのは家康、秀忠、吉宗だな。その三人から見て、各家がどんな立場かという流れで解説していくとわかりやすいんだ。じゃあ話していこうか。よろしくね。結論から言うと、徳川御三家とは、家康が二代将軍秀忠の弟三人に、領地を与えて作った分家のことなんだ。それぞれ、尾張徳川家、紀州徳川家、水戸徳川家というぞ。ちなみに、家康から始まる徳川家の方を本家的な意味で、徳川宗家と呼んだり、徳川将軍家と呼んだりする。ここではわかりやすく、徳川将軍家と呼び方を統一することにしよう。ふむふむ、だいぶ整理できてきたわ。でも、家を分けたからには、何か理由があるんじゃないの？兄弟喧嘩しないように、とか？それもあるかもしれないけど、もっと堅実な理由があったんだ。一つは、徳川本家に跡継ぎが生まれなかった場合、分家から養子を出してもらうこと。二つ目は、将軍に万が一の事態があった時に、将軍の代行をすることだな。かなり重要な役割ね。そうだな。そして、養子を出すのは尾張徳川家と、紀州徳川家の役割。将軍代行は、水戸徳川家の役割とされた。水戸ってもしかして、黄門様？お、察しがいいな。そう、水戸黄門で扱われている水戸光圀公こそ、水戸徳川家の二代目藩主なんだ。先の副将軍、水戸光圀公なるぞ。っていう決め台詞の副将軍は、将軍の代行者っていう意味だったのね。そういうことだな。知っている人物が出てくると嬉しくなるね。メモを取るから、御三家の初代になった、弟たちの名前も教えてよ。余裕が出てきたみたいだな。よし、じゃあせっかくだから将軍秀忠含めて、兄弟たちを年長順に紹介しよう。お願いします。家康は子沢山で知られていて、その数11人に及ぶんだ。でも家康の次に将軍となり、家督を継いだ秀忠は、実は三男なんだよ。え？意外ね。長男と次男はどうしたの？長男は織田信長に謀反の疑いをかけられ切腹していて、次男は豊臣秀吉の養子に出されていたんだよ。それで三男に話が回ってきたのね。ああ、そして次は将軍を補佐する御三家候補を決めようとなったわけだ。でも、四男と五男は共に20代という若さで亡くなってしまった。昔だと、長生きするのも難しそうね。
逆に六男は長生きこそしたものの、家康にも秀忠にも疎んじられてしまって、歴史の表舞台には登場しない。そして、長く生きればいいというわけでもないのね。皮肉だけどな。そして七男と八男に至っては、どちらも六歳で養成してしまうんだ。若すぎる。それで結局、三男秀忠を補佐できる兄弟は、九男の義直、十男の頼信、十一男の頼房の三人になってしまった。まさかの末弟三人だったなんて、ああ。こうして、義直は尾張徳川家、頼信は紀州徳川家、そして頼房は水戸徳川家のそれぞれ始祖となって、徳川の260年の治世を支えていくことになる。国力も年長者順に高くなっていて、尾張61万石、紀州55万石、水戸35万石となっているぞ。なるほどね。御三家の成り立ちと役割が分かったところで、次は各家の将軍輩出の状況を解説していこうか。尾張徳川家と紀州徳川家が担っていた、将軍家の後継ぎがいなくなった時に、養子を出す役割のことね。ああ。秀忠から続く徳川将軍家も、七代目でついに途絶えることになる。御三家の出番がやってきたんだ。きっと尾張徳川家の方がお兄ちゃんだし、一番輩出してるんじゃないかしら？そう思うだろう？ところが、八代将軍吉宗は紀州徳川家の出身で、以降の将軍は紀州徳川家の血筋で続いていくことになるんだ。その間、尾張徳川家からは、ついにただの一度も将軍を輩出することはなかったんだぜ。え？何か将軍になれない理由でもあったの？すごい素行が悪い当主しかいなかったとか？いや、歴代尾張徳川家は格式も家柄も問題なく、徳川将軍家からも御三家の筆頭格として見られていた。現に、義直が尾張の領主として就任した当初は47万石だった領地が、紀州家との格差をつけるため、随時加増されていったんだ。最終的には尾張一国にとどまらず、美濃、三河、信濃、近江、摂津の一部ずつを飛び地として所領するに至る。現代の中部、近畿地方にすごく広い領地を持ってたのね。ああ。それに将軍家からの人望も厚かったみたいだな。六代将軍徳川家信は、尾張徳川家四代当主の、義道を高く評価していた。家信には幼い生死がいたんだが、病弱であったため先を憂い、自分の亡き後は、尾張義道を将軍に据えるのも良しと考えていたんだ。危機感を持った将軍自らのラブコールだったわけね。あれ？でも七代目は、そう。結局、尾張家を巻き込んだ後継ぎ争いに発展することを危惧した、将軍の側近が、家信の実子、家継を七代将軍に推し、就任することになったんだよ。しかも義道は、家信が亡くなって一年もしないうちに突然死してしまうんだ。幼くて病気がちでも、将軍職を辞退することはできないのね。周りがそれを許してくれなかったんだな。そして、その家継も3年の将軍職を経て亡くなってしまう。こうして、徳川将軍家の後継ぎは本当に耐えてしまったんだ。無理がたたってしまったんだね。そしてこの時、再び次期将軍の有力候補に上がったのも、尾張徳川家だった。当時の尾張徳川家の当主は六代目継友。継友自身が将軍家関係者とのつながりが強かったことが理由みたいだ。お、七代目の時は、将軍の側近の邪魔が原因だったわけだから、今回はいけそうじゃない？ところがどっこい。今度は紀州徳川家の吉宗のロビー活動が優秀だったんだ。そして尾張徳川家には、尾張藩は、将軍位を争うべからず、という不分立があり、積極的に将軍位就任運動を行わなかった。そんないくつかの事情が絡み合って、今回も尾張徳川家からは将軍が輩出されなかったんだよ。よ、欲がなさすぎるわ。でも、そんな装飾系尾張徳川家は、ずっと徳川将軍家から一目置かれ続けていった。幕府の中枢にこだわらず、一定の距離を置いて、自らの役目と領地を、真摯に守り続けたこその地位だと言えるな。兄貴の威厳ね。ふふ。確かにやんちゃな紀州の将軍を、しっかり者の尾張が見守っていたと言えるかもな。そういえば、家康はどうして紀州に御三家を置いたのかしら？尾張と水戸は、江戸から近いから、わかる気がするけど。地理だけ見れば、不思議に思う人も多いかもしれないな。現代では、関西地区でも中心地とは言えないし、そこまでは言っていないけど、でも確かに少し不便なところにあるとは思うわ。ところがだ、江戸時代の和歌山の人口は推定約9万人だが、全国第8番目の大都市としている学者もいるぞ。紀州は、御三家があってもおかしくない規模の大都市だったってことだな。え、すごいじゃない。他にも軍事的な意味もあるぞ。江戸幕府は大阪を西国の抑えとして軍事拠点にしていたんだが、幕府に反感を持つ大名が、大阪を占領してしまう恐れもあったんだ。
豊臣家との因縁の土地でもあるもんね。そうだな。そこで大阪の南に隣接する紀州に御三家を置き、大阪を抑えたという見方があるんだよ。南国だから産婆が発展した、という歴史もあったり？まさかの時間差で松剣ネタを入れてくるとは、なかなかやるな霊夢。ふふ、ヒーローは遅れた頃にやってくるものよ。暴れん坊将軍もヒーローだしね。はいはい。今度は紀州を海の側面から見てみよう。海上輸送が大きな役割を担っていた当時では、和歌山は海路の要衝だった。経済の中心が大阪で、政治の中心が江戸だったから、紀伊半島は経済と政治の中心地を結ぶ、海上ルート上の重要地点ってことなんだ。だから、紀州に御三家を置くことで物流の要衝を抑えた、と言えるんだよ。おお、なんだかロマンのある話ね。アフリカの希望法みたいなイメージかな？規模の違いこそあるけど、性質としては似たようなところがあるかもな。紀州は、関東の各地とも住民レベルで様々な交流をしているんだ。特に漁師や醤油醸造等が有名みたいだな。漁、醤油、お刺身。ジュル、おい、唐突に食い気スイッチを入れるな。ついつい、脈絡なく食に話題をつなげられるのは霊夢の才能だな。わかったよ、この話が終わったら回転寿司に行くか。やった、天ぷら寿司食べ尽くしてやるわ。よしよし。話を戻してもいいかな？和歌山県湯浅町の調子には、紀州漁民が房総半島まで漁に出かけたことが記されているそうだぞ。古代に比べれば海路が開発されてはいるんだろうけど、結構な遠洋漁業だよね。うん。遠洋漁業が、拠点から約370キロ離れた海の内外で行われる漁業を指すのに対して、紀州と房総半島が直線距離で約490キロだから、現代の基準でも、かなり遠距離の航海だったと言えるな。そして、もう一つは醤油だな。和歌山県湯浅町は、醤油醸造発祥の地なんだ。醤油といえば全国的には千葉県野田市の方が有名だけど、湯浅町、野田市いずれの歴史担当の方も、醤油醸造は、黒潮ルートで紀州から野田に伝わったというのは、有力な説の一つ、と認めているみたいだな。双方の担当者の方が統一の見解なら、かなり信憑性は高いかもね。ああ、さらに和歌山と千葉には、勝浦や白浜など共通する地名もある。資料がないようで真相はわからないけど、無関係とは思えないよな。黒潮が繋いだ、まさに海洋ロマンなお話ね、後お寿司。もう完全に夕飯モードに入っているな。というわけで、今回は徳川御三家の成り立ちや役割、そして終わり徳川家から将軍が輩出されなかった謎。それに、霊夢のヒーロー吉宗の出身地である紀州に、なぜ御三家が置かれたのか、を見てきたぞ。うん。御三家制度は、戦国時代を生き延びて、後継ぎを残すことが一番重要だと知ってる、家康ならではの政策だと思ったわ。そうだな。実際7代目で2代目直系の血筋は絶えているわけだから、さすがのリスク管理能力だよ。そして、終わりも紀州も水戸も、江戸の外にいたからこそ、その土地独自の強さを身につけられたんじゃないかな。可愛い子には旅をさせよ。家康もそう思っていたのかもしれないな。ご視聴、ありがとうございました。